ファイアーエンブレム、ヒーローズ。ヒーローズ。はい、はい、はいよ、はいよ。カットする。はい、どうも、実況者のエテです。はい、おまけのパーゼルです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今回ね、ガチャというかね、召喚を、引くのに、今、パーゼルさんに、来てもらってます。はい。はい、日中暇でしょうがないです。はい、で、ね、パーさんはね、パーさんは言うて、多分エテのエテよりエンブレマだね。うん。エテよりもエンブレマ。そう、まあアドバンス系が詳しいけど。うん、うん、うん、だから劣化とか封印とか、あとなんだ、聖魔の、ね、聖魔のとかね。うん、とかね。多分俺とイテさんは、うん、リメイク版の DS のやつとか多分結構やり込んでる。マルスのやつとかでしょ。新、そうそうそう、新封印の新紋章の謎ね。そうそうそうそれそれ。あ、やべ、俺の方が詳しいな。そうなら、ね、うん、で今回ね、だからパーさんのおすすめで言ったらこっちね、うん、秘めた思い編。そうです。うん、こっちがおすすめだと、うん、いうことなんでね、こっち回そうと思いますが、もしかしたら、何、うん、何が当たり、しし、うん、まあやっぱなんだろう、絵っていうのか写真っていうのか、うん、それに出ていた4人がそうなんだけど、うん、現段階では匠が最強で、あ、匠が一番。そう、弓兵なのに直接攻撃食らっても反撃ができるわけだから、うん、せこくね。せこくね。それもうなんかゲームの概念を覆すなんかスキルを持っているのが結構レアだったりだとか、うん、1マス反撃だけ、それは、うん、反撃、まあ反撃だけだね、うん、攻撃食らったら無条件で反撃できるスキルがあるから。うわ、匠大当たりじゃんそれ、うん、みんな匠、うん、出そうって言ってるよ。でさっき言ってた一応ロイもね、あれおすすめでしょ、ロイ、うん、ロイか匠。そう、あ、でもまあちょっと癖はあるけど、リンもめちゃくちゃ強いよ。リン速さが、今俺レベル33のリンがいるけど、うん、速さが35もあるから、うんうんうん、大体の敵を連撃で倒せるってある。てかさ、マルス、うん、マルスピックアップ入ってないんや、これ。あれ入ってなかった。ピックアップ、星5には、星5だけどさ、星5ピックアップのところに入ってない。だから、ピックアップはガンオンのやつと同じで、うん、これがこっちの方のガチャで回すと出やすくなるって書いてあるから、うんうん、もう片っぽの伝説の英雄編と、そう、あくまでピックアップは、うん、こっちの方はちょっと出やすくなるっていうような感じだった、うん、まあとりあえず星5欲しいわ、うん、うん、星5だったらまあ何でもいいわ、うん、ワレスがいい、ワレス。ない。ワレスも今、がっつり編集で写真入れてるから。ワレスと動画のさ、2枚看板で行きたいんよ、エテは。ワレス。人。あんなね、もうレベル13だったか、頃に騎士の紋章を使ってね。うん、そう。騎士の勲章だったっけ。そう。大体の人はあれ奪い取るから。そう。はあ、回すか。してくださいさ。マスで。でさん、誰が一番出したい？ん？一番誰が欲しい？今じゃなんか。匠。匠かよ。うん。なんか匠良さそう。今話聞いたら、反撃で弓なのに反撃できるっていうのは、それはもう間違いない。うん。ワレスが欲しい。匠強い強いって言われてんのにね、でさ、なぜかワレスワレスって言うから。ただワレスワレス名前載ってないから、まあ当たることはないっていうか入ってねえし。うん、はい、ワレスとがアーダンっていう組み合わせがあったらもうなんか最強だろ。おお、なんかすごいよ。なんか前はさ赤一個だけだったんだけど、なんか今回色がいっぱいある。あ、いいんじゃない。順番とかは別に関係なかったと思うけど、どれから言ってもいい。うん、なんだ、オーブが足りてるならばどれから行っても大丈夫だと思うよ。23あるから OKOK。 じゃあなんか、じゃあ青から行こうかな。青の左、うん、俺もさっき、うん、俺なんだっけな、最初に任天堂アカウントの連動のやつでもらったオーブと、うん、ログインした時にもらったオーブが合わせて、うん、2個目くらいでカミラ星5が出てきたから、うん、あんま順番は関係ない。せっこ、あ、もう得てもけど任天堂のやつね、やった、ちゃんと。
ああ、やった。うん。じゃあ、ちょっと青いくわ、左下の。うん。頼む、頼むよ。やりとはい。はい。何が来る？こわー。あー、なんかポフンってなるとね。お、え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 、あ、マジか。星5の可能性あるぞ。なにこれ？あの、ピックアップ、ウフレだ。あー、さ、なんでお前これ。ふざけんなよ、マジで。なんでこいつ。出た。なんで。これね、ピックアップのやつとかに載ってるやつだと、ムービーが入るんだけど、うん、これが星5だったり、星3だったりとかあるんだって。なんだこいつ。もう一応ルフレも強い候補には入ってるけど、星5の話だっけね、もしかしたら。ちょ、動画に謝ってくれ、もう。謝れ、動画に。え、でも、ルフレ魔法使いだから、動画一掃できるぞ。逃げて、動画逃げて。あー、まあ、なんか期待させられたわ、めっちゃ。でも、もしかしたら、これであの、うん、なんかの確率が上がるかもしれないから、もしかしたら、あの、最初の一歩だからって言うから、もしかしたらね。ちなみにさっきの、どれだ、なんだっけな、エアの前兆っていうのかな、うん、なんかさっきの紋章が一箇所に集まって、ボフンってなると、うん、レアの可能性が高かったです。やっぱそういう演出がね、あるね。演出にちょっと変化、ね、さあ、パスどれいくよ。どれが、どれいく、どうだな、エテさんが持ってるやつがわかんないかな。なんか緑は俺結構ね、欲しかったです。うん、まだ使いだけど。赤と、前ガチャやったときは赤と白しかなかったから。あ、緑いっとく。緑いっちゃう。まあ最終的に全部開けるんだけどね。緑は何？何系？斧と魔導士。ニノとか出てくる。ってことは、ヘクトルもワンチャン？ある。しっこい！頼む！ 7 章突破させてくれ！磨く。お、ポフンって言った。お、え、ちょっと、誰？崩壊！崩壊だ！あー、出た。烈火の剣の最強キャラ。崩壊ってけど、最初からさ、上級職じゃなかったっけ？うん。え、でも、あれ、終章までクソ使えるよ。必殺技ガンガン出してたから。いや、けど嬉しい。崩壊は結構嬉しい。あの、結構ね、うん。あの、そうそう、アーマータイプじゃん。どっちかっていうと。うん、まあ。斧の、なんだっけ、バサカーじゃなくて。え、バサカーだよ。バサカーだったっけ、こいつ。そう、モーションと、なんかグラフィックが、ホークアイ専用のやつだけど、バサカーだよ。あ、まあいいかな。まあ悪くない。これはレギュラーです。これ、速攻レギュラー入りだわ。エデさん、杖使い持ってる？杖とか回復系のやつ。ない。あ、狙ってみたら結構得はするよ。あの、修練の塔とかで杖は結構必須になるんですよ。マジ？杖は何？白かな？確か白とか違ったやつ。ここ杖だったら弓もある。これ匠もあるよ。可能性もある。匠、白いくよ、じゃあ。行こう、白行こう。匠コールだぞ。匠。誰だお前。あ、でも杖使えるぞ、確か。あ、さ、まあ、なんかこれ普通に敵で出てきた気がするわ。まあ、白夜王国のやつだね、うん、あんま俺イフやってないけど。そう言ってもやってない、実はさ、イフやってないからさ。実はイフやってないから、結構なんか最新作忍者みたいなやつとか誰って感じだったもんだって。あ、再造とかあっちあたりか、うん、あと4つ、あと2つか。赤と青だから、魔法系かな。魔法系と剣。そう、魔法と剣。いや、ちょ、剣は最後にしたい。うん、ロイとかリンが来るかもしれない。そう、可能性あるよ。そこ最後取っとこう。じゃあここ青でいこう。青いきます。槍か青窓いけるか。これで動画来たらどうする。動画来たら嬉しい。動画ワレス ワルス。絶対ないから。なんだこいつ、誰だよ。ドニーだけ。あの、覚醒のコインでした。覚醒？そう、覚醒で村人、
上級者にして勇者にするめちゃくちゃ強い、うん、ドンジョン。ちなみに俺はってない。勇者にやりました。なんかマイク、パーさんマイクがちょっと飛び飛びになってる。あれ、あれ音が消えた。音が消えちゃった。音が消えちゃった。あれ、もしかしたらレアが来るフラグじゃないか。これ音が消えた。いや、これ今さ、閉じたらさ、なんかもう弾けませんみたいになるかもしれない。このまま行くよっては、うん、なっちゃうからもうあの弾いた方がいい。うん、最後じゃあムービーは最後見れるからさ、どっかで。オッケーオッケー。さあ最後に赤剣が来るならばロイとかリン可能性はあるよ。ロイかな。じゃあロイ。ロイ。うん。来るか。行きます。ロイ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 。ワレスワレス。なんでワレス。ワレス剣使わないと思うよ。ワレス。あーポフンって行かなかった。あー誰。あオリベじゃん。え、エテさんこれ当たりだよ。え、マジ。え、あのオリベは踊り子だから。うんうん、あの SP を貯めて踊り子を使うと、うん、あのサイド可能になる。だからめちゃくちゃ当たりだよ。よかったじゃないってさ、当たりじゃん。なんかあの戦闘能力は期待しない方がいいけど、うん、踊るのがでかいよ。本当にそれは本当に言ってる？心から言ってるそれ？まあこんな感じはしょっぱいけど、まあ星音が2つと星さんが3つで謎演出が入ったなんか魔法使いが1匹と。まあ星3の。いやでもオリベはでかいよ。でもオリベは。オリベちょっと見てみるわ。オリベ。恥ずかしがり屋のオリベ。これが踊りできるんだもんね。で一応攻撃もね あるんよねこれね。あるよ。あんまりなんか期待はできないけどね。うん、本当に踊るだけであの、うん、できる。あとりあえずこれはもうすぐ習得した方がいいね。じゃあ踊るは。そう。あんま剣に振らない方がいいかもしれない。うん、そんなになんか期待はできないから。ちなみに相手の動画今勇者の剣持ってるから。大丈夫。俺のカミラあのもう初期から。勇者の斧プラス持ってるから。うわ、これドニモじゃん。そう。ドニモ勇者やりやん。うん、ただ速さが下がるのと、うん、あの後々ちょっと先制攻撃仕掛けないと、うん、これがかえって死ぬ原因になるから、うん、結構見極めは大事だ。うん、ちょっとルフレ待ちないわ。ルフレな、今育ててるけど、まあそこそこバランスが取れてはいるんだけど、うん、ね、うん。割合ってとこ見てみ、提供割合。割合。うん。これ上がってるか。さっき 3% だったのが、そう、上がる。3.25、ほんまに上がってる。そう。えんで星5が出たらまた下がるのこれ。うん、下がる。あ、なるほどね。星5が出るまではちゃんと上がっていってくれるんだ。そう。だから回し続けて損はないって感じかな。うんうん。じゃあとりあえずまたちょっと貯めて回した方がいいってことだね。うん、ちゃんと20個ね、20個貯めて回すと。そう、別に課金してもいいんだよ。課金はしたくない。もう俺しちゃったけどさ。いくら課金した？え、それはちょっと言えない。万だな。もうこのその言い方万だ。うん、万だな。うん、万じゃなくて1万だけど。うわ、1万ね。それ以上はちょっとしないけど。ということでまたちょっと、オープン溜まったら、召喚の儀を執り行います。はい、本日はね、パーゼルさんと一緒に召喚しました。お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。